今日のライブ、明らかに前回より観客が少なかったわ。せっかくライブの回数を増やしたっていうのに、ここ最近新曲のないライブが続いてたからよ。ミア、今日こそ新曲を聴かせてもらえるんでしょうね。自分の力不足を僕のせいにするのはやめてよね。なんですって？まあまあ落ち着いて。愛さん、言い合いは嫌だよ。愛だけに。こんな時にふざける方もどうかしてると思うけど。ミアもランジュも愛が言う通り落ち着いて。ランジュ、イライラしても仕方ありません。こういう時こそ全員で考えて話し合わないと。何言ってるのよ。失敗の原因は明らかでしょ。だってランジュはいつも通り最高のパフォーマンスをしたんだから。それなのにあの半端な盛り上がりは飽きられてる証拠よ。新曲がないからじゃない。ですからランジュ、悔しくないわけ？悔しいというより不甲斐ないかしら。今の気持ちを表すなら。愛さんもそう。だってさ、同好会を見てみてよ。毎回新曲があるわけじゃないのに、今ライブじゃ明らかに勢いがあるよね。ランジュの魅力があっちに劣ってるってこと？ランジュ、この話は以前にもしましたよね。上下の話ではないんです。ここにいるメンバーで誰か一人でも手を抜いていた人がいますか？いないわよね。毎日あれだけ厳しい練習をしていて手を抜けるはずないわ。今回のことは正面から受け止めて、また前に進む材料にしようよ。逆境の中でこそ進化を発揮するって言うでしょ。逆に燃えるじゃん。同好会から学んでいこう。それって意味ある？ランジュ、なんでみんな同好会のやり方を褒めるのよ。向こうは今は敵なのに。私たちは同好会を敵だなんて思ったことはただの一度もありませんよ。そうね、無に移ったからといってつながりが消えただなんて思ってないわ。カスカスには裏切り者って言われてるけどね。なんでランジュが責められてるのよ。責めてはいません。建設的な話がしたいだけです。建設的な話ならしたわ。ミアが新曲を作ればいい。それがランジュたちのやり方なの。ミア、あなたの力を見せてちょうだい。言われなくてもそうするよ。こっちのやり方が正しいって証明しなきゃ、同好会の子たちを呼び込むって計画も台無しになっちゃうわ。呼び込みたいならその性格も直すべきだね。直すとこなんかないわよ。はいはい、じゃあ僕は行くから。せいぜい次の曲に耐えられるような体作りしておいてよね。わかってるわよ。ランジュ、トレーニングに行ってくる。力不足なんて言葉、二度と言わせないんだから。今日は私たちのゲリラライブにこんなに集まってくれてありがとう。たくさんの声援もありがとうございます。みんなさん、キョンキョンしてくれましたか？私、みんなの顔見てキョンキョンした。リナちゃんボード、キョン。みんなの笑顔が私たちに元気をくれるんだよ。元気をくれるみんなに、カナタちゃんたちからお礼があります。今日はアンコールたくさんやっちゃいますよ。みんなついてきてくださいね。
ラライブは直ちに解散。今いいところなのに。みんな、残念ですけど、ライブはここまでです。逃げろ。こら、待ちなさい。やだよー、あかび。わかんないわかんない。どうすればいいのか全然わかんない。今まで僕はどうやって曲を作ってきた？どうやったらいい曲が作れる？雫のライブを見た後に作った全ての曲が他作にしか思えない。こんなんじゃ次のライブでまた観客が減っちゃう。僕は天才だ。天才じゃないといけない。作曲だけは誰よりも優れてないといけないのに。わかんない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 よ。